未来アスワーズ2という曲をお届けしたいと思います。
しようと思います。よかったらぜひ、最後まで聞いていていただけると嬉しいです。そしてね、もしねちょっとでもいいなと思っていただけたら、前にあるチラシを1枚ぜひもらって帰ってください。そして、最後に、お届けする曲なんですが、私は1月21日に神田明神ホールというところで、ワンマンライブが決定しております。そこに300人の人を集めるために、こうして今路上ライブをやってまして、もっともっとたくさんの方にあのエリカという名前、音楽を届けたくてこうして歌っております。なので最後に歌う曲は自分の曲を、心を込めてお届けしたいなと思います。